自民党が変わることを示す最も分かりやすい最初の一歩は、私が身を引くことであります。私は来たる総裁選には出馬いたしません。岸田総理は今日の記者会見で、来月行われる総裁選に出馬しない意向を示しました。この表明に街の人は。びっくりしました。なんか中途半端に終わらせたのかなって感じもする。まあいろんなことがあったと思うので、裏金の問題とか、まあ致し方ないのかなというふうには思いますね。あまりなんか印象的なものはないですよね。正直な話。今のところはちょっと誰がなってもあまり期待しませんね。山陰両県の知事もコメント。島根県の丸山知事は、国政の舵取りの重責を担ってこられましたことに心から敬意を表します。また鳥取県の平井知事は、高校の後輩としての心安さか、知事会長に就任した後はたびたびお会いし、地方の立場を丁寧に聞いていただいたと振り返りました。一方、町では石破茂元幹事長への期待の声も聞かれました。まあやっぱり石破さんですよね。東京一極集中になりがちなところがあると思うので、まあ、鳥取にゆかりのあるっていうことがあると思いますから、まあ、鳥取にもなんかいい感じのメリットがあるような施策を国として打ってもらえたらいいんじゃないかなというふうには思います。石破元幹事長は先月27日米子市で開かれた自民党県連の大会の中で、この国を鳥取から変えるいうことをやってみたいと思っております。そのために役割が果たせれば、当該の幸せであります。このように述べ、総裁選への出馬の意欲を示していて、正式な表明については、時期は皆様方とお諮りしますと述べています。岸田総理の任期は来月末までで、次の総裁選の日程は今月20日に決まる見通しです。